皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。それでは今日もソメラと一緒にトレーニングやっていきましょう。今日やっていただくトレーニングは下半身のトレーニング、ステップアップという種目です。これはスクワットと同じように下半身の筋肉を全体的に鍛えてくれる種目なんですけども、スクワットに比べてハムストリング、太ももの裏側ですとかお尻の筋肉を重点的に鍛えてくれる種目ですので、女性の方とかでね、ヒップラインをきれいにしていきたいとか、こう足をね細く見せていきたい、女性らしいきれいなラインにしていきたいという方に特におすすめのトレーニングです。ご自宅にある椅子ですとか、まあ階段ですとかね、ステップ台とかそんなもので全然構いませんので、段差になるようなものをね用意していただいて行っていただくのがおすすめです。やり方としてはもうシンプルに背筋を伸ばしてお腹に力を入れた姿勢でしっかりねグッと上がっていただく、でゆっくり下ろしていただく、これだけなんですけども、上がる時に地面についてる方の足で蹴ってしまわないように、あくまでも台に乗せている方の足の力で上がるようにですね、意識をしてみてください。で、ソメダは、まあ、10回ずつ、2セットずつという感じでやっていますけども、できそうであれば、もっとね、回数、セット数を増やしていただいて構いません。で、このセットでソメダがやってるように、地面に足がついたらすぐにもう上がる。もうなるべくね、地面についた方の足の力を使わずに、段差に乗せた方の足だけの力で上がるように意識をしてみてください。スクワットと同じくですね、膝はつま先よりも前に出していただいて、全然構いません。むしろですね、しっかり膝をつま先より前に出すぐらいしっかり出していただいて動かないと正しいフォームというのは作れませんので、膝がねあまりね前に出ないようにということはもう気にしすぎないように、しっかりバランスをとって背筋をねまっすぐ伸ばした姿勢で動作ができるようにということを意識していただいてやっていただければと思います。